時計ファン、世界の腕時計コレクション4本をチョイスしてご紹介します。時計の委託アンティウォッチマンの提供でお送りします。1本目はスミス英国陸軍 W101968 年支給個体。英国ブランドのスミスが1968年にイギリス軍へ納入した英国陸軍 W10 ミリタリーウォッチになります。ロイヤルアーミーの官級品を表すブロードアローにメイドインイングランド、視認性を考慮したアラビアンナンバー、ヤコート量にトリチウムが使用されていることを示す T マークなどミリタリーウォッチ定番の顔立ちです。2本目はスミスロイヤルアーミー英国軍用ブロードアロー。ブロードアローが裏蓋と文字盤に刻印され NATO 軍の支給コード W16645999614045と管理コードと1969年を示す373069の刻印が確認できる軍用時計ならではの雰囲気を存分に味わえる人気のモデルです。文字盤はマットブラックカラー。12時1にはトリチウムを示す T マーク。3本目はスミスロイヤルアーミー英国軍用ブロードアロー。英国製スミスのロイヤルアーミーです。1969年にイギリス軍に支給されたミリタリーモデルウォッチです。裏蓋にはブロードアローのマークが刻印されています。大事、防塵性を高めるため二重の構造になっています。がっちりとしたケースはいかにもミリタリーらしく腕を引き締めるモデルです。秒針停止の発掘機能搭載。4本目はスミスイギリス軍陸軍ブロードアロー。搭載される CAL57 はニューズを引いて時刻合わせのポジションにした際に秒針の動きが止まるものです。有名な IWC のマーク11などでも見られるミリタリーウォッチのスペックの一つとなっています。裏蓋の内側にムーブメントをカバーするようにインナーケースと呼ばれる蓋もきちんと入っています。贅沢なほどしっかりとした作りです。これらの時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますのでぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティウォッチマンがお届けしました。